株、為替からコモディティまでリアルな投資における最新情報を各週でお届けしてまいります。初回放送の今回は株式会社マネネ CEO 森永康平さんをスタジオにお迎えしております。森永さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんとなくスポーツ番組が始まるような感じですけど。そうですね、なんか1回目なのにもかかわらず、ちょっとこんなふざけた感じので。<laughs> これは <laughs> これはあの、エンジェルスのですね、大谷翔平君のユニホーム。かっ飛ばせってことですかそうですね。やっぱ相場も打ち上げていこうぜということで、今やっぱ相場ではですね、円安がまあ一つ話題になってるわけですけども、一応私経済の専門家を受賞してますので、これアメリカから輸入したんですけども、ちゃんと円安になる前に。今115、6円ですけど、円安になる前、100。108円、7円ぐらいの時に。 一応買っっているととしっかり投資の知識を身につけると買い物もお得にできるよとこ,とで <laughs> これからどうなのかなというのも気になりますけれどもね投資のリアルに迫っていく番組ということで、えー、森永さんに今日はインフレについてお話を伺っていくんですが、はい、メイントークの前にまずはここ最近で森永さんが気になったニュースを取り上げていく「ニューストピック」ですさあ気になるニュースはこちらです。 欧州で二酸化炭素 CO2 の排出権価格が高騰しています。脱炭素政策の推進に伴い天然ガス相場が急騰するなど、 グリーンフレーションと呼ばれる物価高が意識される中で、うん、この排出権の価格というのが、インフレに一段と拍車をかける可能性があるというふうに言われているんだそうです。森永さん、ちょっとこれチャートをご覧いただくんですが、はい、これが CO2 を排出する権利、うん、ETS の取引制度で取引される価格なんですが、1ユーロ、えー、1ユーロじゃないな、ね、1トンあたりですね。 90ユーロを12月8日に突破したという、こういうチャートになってそうですね、まあ。あのチャートを見ていただくだけでも、まあ、すごい価格のこう上がり方をしているのが分かると思うんですけれども、はい、まずですねその、今読んでいただいた中に、グリーンフレーションという言葉が出てきてます。はい、で、まずね、あのこれ、言葉の意味を知らない方もいると思うんですけれども、これは造語、作られた言葉でして、そういう言葉がもともとあるわけではないんですね。グ、うんはい、グリリーーーンンンフレーションはグリーン つまりこれ今 ESG とか SDGs とか脱炭素みたいな言葉は流行りになってますけども環境に優しい。そうですねあのグリーンの意味とただそれを推し進めた結果インフレが起きちゃうインフレーションのインフレをガッチャンコしてグリーンフレーションと呼んでるんですけれどもグリーンフレーションの話を僕かするとですねたまに個人投資家の方から聞かれるのはちょっと待ってよと脱炭素したら原油とか使わなくなるんだから原油価格が こう下がってむしろインフレ圧力は下に行くつまり値段は安くなるんじゃないんですかっていう話をよくされるんですけれども、うんはい、実は世の中そんなうまくできてなくてですね脱炭素とかって言っても結局目の前にやっぱエネルギー需要っていうのは存在して、はい、明日からじゃあ原油一切禁止とかですね寒いからやっぱ暖房も必要ですそうなんですよ絶対無理なんですよね、はい、ってなると結局何が起きるかっていうと今まではですね原油価格が上がると先進各国は 産油国に対して、お前らそろそろちょっと増産してくれよという話をして、今までは増産して、まあ、原油価格がちょっと落ちてっていうので調整してたんですけども、はい、産油国側からすると、いやいや、だって今、脱炭素やってるんでしょと、はい、ここでその要請に従って増産したら、もったいないじゃんと、儲からないじゃん、うん、俺たちということで、はい、なかなか増産に応じなくなるというのも一つありますし、うんまあ、あとは今、このグラフに出てますけども、 CO2 をカットする技術っていうのが、もともと決めてたものよりも追いついてないんですね。はい。なので、どうしても、今、今の生産過程を通ると、二酸化炭素がいっぱい出ちゃう。はい。で、これは出していけないことになっているので、その出してる現実をカバーするために、みんながこの排出券を買っていくと。 企業が CO2 を出しているのを、えー、カバーするためにこっちを買うことで、そう、排出権を買ってるから出してもいいよねっていうことになってるんですけど、うんうん、ただ当然、それ企業から見ると、本来買わなくていい権利を買わされてるわけですから、はい、コストなんですよね。そうですね。余計なお金がかかる時代に入っっちゃったそう。そうすると、欧米だと、まあ、特に欧州ですけれども、えー、じゃあもう俺たち、これじゃ利益出ないからと。 いうことで最終価格、つまり消費者が買うものに対して価格転嫁をしていく。はい、そうすると消費者物価指数は上がっちゃうということで、はい、なんかグリーンインフレーションって不思議な言葉で,、はい、で、なんか脱炭素やったら物価下がりそうなもんですけども、うん、むしろ上がっちゃってるよねっていうのが、まあ、こっちらのチャートからもまあ見ることができる通り、今世界をまあ騒がせ始めているということで、はい、日本はまだ まあそれほどグリーンフレーションの話出てこないんですけれどもだ、はいたい世の中もうグローバル化されてつながってますから、はい、欧米で問題になったことっていうのは多少の時差を経て日本でも問題になりうるわけですから、はい、ちょっとこれは皆さんねあんまり気にならない。 気にしてなかったという人もいるかもしれないんですけども、これからはこの排出権の先物、はい、この価格の動きっていうのも、ちょっと合わせて見ていただければなというふうに思ってですね。今日、このニュースの最初のトピックとして持ってきたっていう感じですね。はい、これがすべての価格の根源に、まあなってくる可能性があるわけですね。価格転嫁されてくるってことね。正直はい、で、ただ、はい、ちょっと次のね、メインの話でも話そうかなと思ってるんですけども。はい ヨーロッパだからこそ企業が排出権が高い。これを価格転嫁しちゃえってできてるっていう可能性があって、もしかすると日本はですね、はい、企業が飲み込んじゃう。あ、頑張って企業努力でそう。その結果<ー>利益率が下がっていって、日本株だけ 上がらなくなっちゃうみたいなことも。<laughs> いつまで経っても GDP が拡大しない、<う>成長しないあのあの。可能性はあるかなということでね、はい。やっぱ今世界つながってるんで、やっぱ大事なテーマっていうのを押さえておくと、はい、どの国に投資するにしても、非常に大事なこう観点とか示唆を与えてくれると。はいまあ、そういう意味で言うと、2022年はまずこの排出権の価格っていうのは一つですね。 いつも皆さんが株価とか為替見てる感覚で、はい、合わせて見ていただけると面白いかなというふうに思いますね。アメリカのインフレっていうのは相当ね話題になってますけどこれこうやって見るともヨーロッパももうインフレものすごいんだなってことですよ、ね、そうですね、うん、これはやっぱりヨーロッパが特に世界では先駆けてグリインフレーションが起きてると言えるんじゃないかと思いますね。うんはい、はいはいはい、ありがとうございます ではここからはメインテーマ、このインフレ、グリーンフレーションにもつながってくる話なんですけれども、うん、まあインフレ次第ということが今年の大きなテーマになってくるかと思います。いろいろスライドご用意いただいていますので、最初のスライドをご覧いただきましょう。はい、あのなんでそもそもインフレが投資環境を左右してしまうかというと、やっぱりインフレって一番ダイレクトに響くのは金融政策の部分なんですね。でまあ、リーマンショック以降 まあ本当にこう、10年に一度と言われるような危機が、なぜか毎年のように起きていて、<laughs> そのためにずっと中央銀行は金融緩和を続けてきたと。はい、そして2020年から新型コロナウイルスの感染拡大があったので、金融緩和プラス積極的な財政出動もかけたと、はい、いうことなわけです。でこれが2022年ですね、昨年から続いているインフレがそろそろやばいぞということで、うん、まあ皆さんご存知のとおり、アメリカとかはまあテーパリング、金融緩和を縮小して、はい、 さらには今年、利上げですよね。まあ、これ、実は今、3回って言ってる人が一番多いんですけれども、まあ、最近ゴールドマンサックスとか4回というレポートを確か昨日ぐらい出してたと思いますが、一気に1%になって、ね、一気に利上げしていくと。で、これはやっぱインフレがね、足元にあるわけですから、ちゃんとまず全部数字見ていきましょうねということで、はい、こちらの皆さん今見ていただいているスライド、アメリカ、ドイツ、イギリス、そしてアジア圏では韓国、中国、日本と。 でこれ、消費者物価指数、総合指数全体を出してますね。全体の変化率。はい、そうすると、アメリカは6.8%、えー、ドイツ、ヨーロッパですよね。5.2%。これも三30年とか、それぐらいぶりの高水準のインフレになっているので、今みんな騒いでいるんだと。はい、で、ちょっとふと面白いのがですね。 あれと。日本だけ0.6%じゃんっていう話なわけです。<laughs> 1%にも満たないです、ね、満たないと。はい、で、さっき言いました。世界は今グローバル化してつながってるから、日本だけガラパゴス化するっていうのは基本的にありえないんですよね。うん、じゃあなんで日本だけこんなに物価が低いのっていう話なんですけども、はい、皆さんこれから経済指標を見るときは、もう新聞とかだとこの表面の数字しか出てこないんですけども、はい、できれば内訳見てほしいなと思うんですね。はい、でこれって、 何の数字かっていうと前の年の同じ月と比較してどれぐらい変化しましたかっていう数字なんです。はい、でもうみんな覚えてないかもしれないですけども菅さんという総理がいまして、はいえー、もう皆さん忘れちゃったかもしれないですけども <laughs> 頑張ってくださいました。そうそうそう菅さんが携帯大手の はいまあ、通信キャリアのですね大幅値下げを要請して、はい、実際大幅にコーンと値下げしましたねかなりそう安くなりましたね、うん、携帯料金って、ね、つまり、うん、実は前の年の同じ月ってまだ携帯の料金下がってなかったんですよ、はい、だそこと比較してるから実は携帯の通信料っていうのが、はい、多分1.5%ぐらい押し下げてるんですよ。あそんなにってことは足すと2.1だから0.6足す1.5で2.1なので。はい まあここで言う中国ぐらいのインフレ率にはすでに日本もなってるという話なんですね。まずこれが今日の動画で勉強してほしい一つ目。二、はいはい、つ目。とはいえ、足したところで2.1じゃないかと。アメリカとヨーロッパに比べればそれでも低いじゃないかと、はいで。この理由が次になるんですけれども、こちらはですねあの、日本の消費者物価数をもうちょっと細かく分類したものですけれども、はい オレンジ色のとこ見てほしいんですけどもね、生鮮食品、つまり天候でこう値段が左右されやすい野菜とか、はい、あとエネルギー価格、これも投機資金とか、あとはそのパイプラインが故障しちゃったとか、これちょっと特殊要因で動きやすいので、はい、その2つを除いた、俗に言うコアコア CPI と呼ばれるやつですが、はい、なんと日本、まだマイナスなんですよ。そうなんですね。うん、だから物価の数勢としては、うん まあかなりデフレ状況にあるさっきのだって1.5%、はい、携帯のを足したところで、うんね、まだそれそれ0.9とかそんなんですから全然上がってないんですね。はい、で日本がじゃあなぜそんなに物価が上がってないかっていうのが理由が次になるんです。はい、これ日銀が発表している企業物価指数というやつ、はい、さっき皆さんに見ていただいた消費者物価指数っていうのは僕ら消費者が物を買う時の値段なんですね。はい でこの企業物価指数っていうのはそうじゃなくて企業間でやり取りしてるものの値段を表してます、うんはい、でそれを種類別に見ていくと例えば素原材料価格、まあ、素材とか原材料ですね、はい、これ前年同月比で74.6%もでこんなに上がってるんですか、うん、でこれはなぜかっていうと、はい、まあ例えばその原油価格が上がったら皆さんご存知でしょうけども、はい、例えばウッドショックなんて呼ばれる木材これも上がってるし えー、セメントも2月からまた日本でも値上げされるし、はいまあ、いろんなものが今上がってるんですよね、えーえー、だから日本も実はガラパゴス化なんかやっぱしてなくって物価は日本でも上がってるんですよただ、はい、中間材つまり多少加工した中間材を見ると15.7%、うん、そして最終製品になってくると4.6%と下がってきてるわけです、はい、でさらにちょっと1個スライド戻ると 消費者のとこに渡るときにはもっと下がっているつまりこれは何を意味するかっていうと日本も世界的なななインフレから円がいいいというわけでではくてて思いっききり巻き込まれてるんです、はい、ただ日本はこの30年にわたるデフレ経済によってデフレマインドが染みついちゃってるんですね、はい、なので企業からするとコストきついなとでも価格転嫁すると買ってくれないんじゃないか で怖いんですようんそうすると何が起きるかじゃあ我慢しようと <laughs> <laughs> いうことでさっきねヨーロッパの話排出権高いな価格転嫁しちゃえヨーロッパはこれができるんです、はい、日本はそれができないだから消費者物価指数の差が開いていてる、はい、ただしコストが高いのは全ての国が一緒だから、はい、何が起きるかっていうと日本企業だけが利益を削られていってしまっているしそれでも日本企業はボランティア団体じゃないんで。 それでも利益を出さななきゃいけないけ、はい、何が起きるかっていうと削れるところを削るのでえ人件費とかそ<う>正社員を雇わない、えー、全部非正規にしちゃう、はい、設備投資もしないということでこんだけゼロ金利とかマイナス金利をやっても企業の投資が伸びていかない、はい、そりゃそうですよねだって賃金上がらないんだから国民そ,そうですね企業が儲かる体質にならないとそう 別にだって投資してもからないんやったら投資するわけがないから意味ないよね,いね、はい、という状況に今日本はあるんだよというところで、はい、まあ簡単にそのちょっと駆け足でしたけども、はい、その世界の物価と日本の物価の違いとそれがもたらす日本経済の悪影響みたいなものをお話ししたんですが最後にこの皆さんちょっと今日インフレ気になった興味持ったよっていう方がいると思うんで、はい、まあいくつかね とはいえ、その急にインフレ注目しましょうって言われても何見ていいか分かんないと思うんで、ちょっと注視すべきポイントっていうのをいくつか挙げてます。はい。はい。このエネルギー価格。これはよく皆さん見てますよね。原油,ね原油価格が80ドルぐらいいくのかなとか、60ぐらいも下がるのかなっていうのはまず見ましょう。これは引き続き見てください。はい。でもう一つはですね、供給制約。これ今回のコロナ禍においてはすごく大事で。うん、一回コロナでロックダウンした時に、 まあ海外の話ですけどね。はい、みんな首切っちゃったわけですよ。あはい、で、いざコロナ後の経済再開になった時に、戻ってきてって言っても、実はアメリカ失業給付がすごいしっかりしてたんで、はい、いや、ニートやってた方が儲かるじゃんみたいな人がいて、<laughs> いいが人が戻ってこなくなっちゃったっていう人的不足。はいはい、そして、あとは物流ですね。あのー これ、船の賃料とか見ていただければいいと思うんですけども、やっぱ物流が混雑しちゃって、うん、需要は高いのに物が入ってこない、はい、っていうことがあると。でもう一個は日本、固有の話しますけども、やっぱ円安がどこまで進むか。はいうん、これ円安が進むと わからない人いるかもしれない言っておくと、輸入価格が上がっちゃいます。はい。この大谷のユニフォームも今だったらもっと高いそ。そう、今だったらもっと高くなっちゃうんですね。うんはい、そうすると、まあ、製造業はね、円安になれば輸出しやすいってことで儲かりますけれども、まあ、その資源とかを輸入しなきゃいけない企業の利益率が下がっていく、はい、ということがあります。で、今日まだ今んところ触れてないですけど、4点目。地政学リスクを多分意識した方がいいと。はい、うん。で、これ、 日本だと、まあね、戦争とかない国ですから、若干ちょっと平和ボケしてしまって、こういう地政学リスク、甘く見がちなバイアスかかってると思うんですけども、はい、まず一つ目は中国と台湾。はい、そしてロシアとウクライナ。タイミングですけども、一番早いタイミングだと、僕は北京五輪の後にあるかなと思ってます。で、なんでかっていうと、はい、まあこういう話するとね、日本だと,ちょっと若干こうみんな平和ボケしてるんで、 いや、そんなことないでしょうと、格好だけでしょうって話をする人がいるんですけども、はい、例えば8年前のソチ五輪の時、ソチ五輪終わった直後にロシアはクリミア併合してるんですよ。直後でしたっけね。うん、実際やってるんですよ。はい、でしかも今回は、えー、ロシアがウクライナをこうやろうとしてて、中国が台湾に圧力をかけている、 この状況からとアメリカは今の体制だと2カ国同時退は絶対できない。<ー>そしてバイデンさんはロシアに対して仮にウクライナ侵攻した場合は経済制裁をすると。うん、つまり裏を返せば軍事侵攻はしない。軍事制裁はかけないと言ってしまってるんですよ。となると、これ習近平さんからすればにんやりですよ。はい、やっぱ今のバイデン政権は。 トランプと違って、そこまで強硬的になれないんだと。であればという気持ちになっちゃうわけなんで、2>, はい、2カ国同時にってこともあり得る。はい、そうすると、当然ながら、仮に中国が台湾に侵攻、まあ、直接的に本島の方に侵攻しないとしてもですね、例えばマニアックな話すると、金門島とか、周辺のそうバソ列島と呼ばれるちっちゃいところをまず封鎖してしまうってやり方もあるんですね。 ここで混乱が起きると、台湾といえば半導体。はいそうね、これの供給が絞られてしまう。はい、そうすると自動車生産とか全部ストップしてしまう。これたび半導体が強くなってしまう。ということで、これは我々日本人はあんまり戦争とか意識しないですけども、 まあ、だからというと何言って話じゃないんですが、ちゃんと見ておこうねと。緊張、はかなり今高まってますよということですね。そうですね。はい、あくまでそのポーズだっていう人たちもいますし、ええ、まあ実際ロシア、ウクライナに対して何回もポーズとして国境付近に軍隊を配備しては戻したりっていうことをやってますから、ええ、まあ今回もそうかもしれない。はい、それは事実なんですが、とはいえ無視していい話じゃない。だってロシア、ウクライナ何かあれば、これ原油とか天然ガス上がりますから。そうですね。と、はい、いうことでチェックしましょうねと。はい、で最後が グリーンフレーション。なかなか効かないかもしれないですけども、まあ、冒頭に言った排出権、それ以外にも、例えば電気自動車を大量に作ろうとしたら、電気自動車に必要なレアメタル。はい。これが必要になるんですね。うん、そうするとレアメタルの価格が高騰するということは、最終製品の自動車の価格も上がっていく。はいうん、なので、非常に今ここに挙げた5つの点というのは、 悪い方向に行けばすべて強烈なインフレ要因になると、はい。これ日本であっても同じですもんね。んねそうですね。はい、まあなので皆さんはですね、そのついついこう個別投資とか、個別株の投資していると、個別企業の業績とか、はい、そっちにこうミクロの方に目が行きがちなんですけれども、まあ、それはそれで良いんですが、はい、合わせてやっぱりそのマクロの視点、はい、今世界でどういう情勢にあるのか、コモディティも含めてですね、はい、マクロも見る。 ミクロも見るこれで初めて多分正確な投資戦略が立てられると思いますので、はい、私はそのこのチャンネルではこういうちょっとマクロ的な視点を。 まあ担当して、皆さんに情報を提供していきたいなと、ええいうふうに考えております、はい。そうですね、あの、このところの日本株の物色の対象が、もう本当にハイテク銘柄ではなくて。もう昭和の時代の銘柄にこうシフトしつつあるっていうのは、うんうですね。まあ、こういった世界情勢の背景とかを知っていれば。去年あたりの海運株の上昇とか、うん、ああいうところにも気が付くことができたかなと。そうですね、あの、はい、本当にこの流れ見てた人からすれば、ええ、海運の上昇って、当たり前に、はい。 取れたと思いますしす、ね、逆に言うと、はい、見てない人って上がりきったタイミングで初めて知って乗っかって<ー>落とされるんです <laughs> に逆に前からわかってる人は、はい、さっさと仕込んでおいて上がりきる直前に他に逃げたんですんそれは他に逃げたどこに逃げたか倉庫とか陸に行ったんですあそうなんですね海はちょっとバブってるなということで、はいえー、ただ海運船が来るってことは、はい 当然倉庫に運ばれて陸運で運ばれる。はい、なるほど。といことは銃はこっちに流れるよね、はい、ということで、うん、もうやばいってなったらさっさと降りて、はい、おこぼれを陸運倉庫で安全に拾っていったっていうのが、うまい投資家の動きだったんですよね。それはもうこういったマクロの背景を勉強していれば、気がつくことができるうとで、ね、そうですね。やっぱ個別業績見るとね、はい、どうしても後いじゃないですか。 3ヶ月前の決算こうでしたって話になっちゃうんで、はい、やっぱマクロをちゃんと同時に追っていかないと先取りはできないかなとは思いますね。はい。今後、森永さんにはこういったマクロの視点で投資に役立つ投資のリアルお話しいただきたいと思います。ただし、投資におけます最終判断は皆さんご自身で慎重に行っていただければと思います。皆さんぜひチャンネル登録とこの動画へのいいねよろしくお願いいたします。初回は株式会社マネネの森永浩平さんと一緒に お届けしました。え、投資のリアル、この番組はフリップ証券の提供でお届けしました。森さんどうもありがとう。ありがとうございました。じゃ、皆さん、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。